はい、どうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ本日もね、覇王の側近スキルをね使っていきたいなと。どんだけこのスキル使うの俺。なんかね、覇王の側近っていう、これ皆さん知ってますか、この覇王の側近っていうスキル。これすごい僕気に入ってるんですよ、この覇王の側近っていうスキルね。デュエル開始時にエクストラデッキになんかスカルビショップを1枚追加して、さらにライフポイントが1000減るごとにね、あのドローフェーズに通常のドローを行う代わりになんかこの覇王の側近モンスターをランダムでなんかドローできるっていうスキルなんですけど、これ1枚しか入ってなければ、確定ドローできるんで、カオス操作だとか確定でドローできるんですよ。だから、今日は、そのカオスソーサラーを確定ドローして強いデッキ何かなっていろいろ考えて、この間はね、ライトロードっていう、もう単純にライトロードギミックが強すぎる、デッキを使ってしまったんですが、今日はね、発想的には勝利したなって思ってるんですよ、俺。エレメントセイバーです。エレメントセイバーって、墓地で属性変えられるじゃないですか。だからカオスソーサラーとかと相性めっちゃいいんで、でしかもなんかデュエルちょっと長引くじゃないですか、コントロール寄りのデッキなんで。だからなんかその覇王の側近のドローがちょっと効くんじゃないかなと思って、組んできました。正直言っていいですか、まあ強いですよ、もちろんカオストーサラーももちろん強いんですけど、こいつがね結局ね全部持ってくね、全部これ持ってくわ、うん、あちょっと待って、あとデッキレシピで入れておいた方がいいモンスターちょっと入れてなかったんですけど、トリシューラ結構ねなんか3体割と並ぶこと多いんで、トリシューラ入れた方がいいなと思った。ここはもうなんか何でもいいな、なんかそうだな、まあこのガイアドラクールとか抜いてこんな感じかな、こんな感じで作るのがいいかな、エクストラデッキは。でまあ普通に動かし方はエレメントセイバーの動きしてモーレフとかで妨害して、で月の書で妨害して、でなんかデモンズチェーンでも妨害して効果全部妨害していくと。だから妨害をめちゃくちゃ構えながら相手の、デッキをコントロールしていって、で、相手がいっぱいモンスターを出してきたりとか魔法トラップ、まあ出してきたら、そこを、レビューニアとかカオスソーサラーで、まあ除去していくみたいなね、まあそんな感じのデッキになってます。発想は良かったと思う。ただ結局カオスソーサラーじゃなくてレビューニアでいいんじゃねって言われるとマジでグーの根も出ん。ああデュエル3倍見せてやる。さあ救っていきましょう、本日もこの最強スキルを、覇王の側近とかいうね最強スキルを、ドドドドドドドいいだろ、高カラスの落とし穴で分からしてやるぜ。覇王の側近来てんのはちょっとあれだけど、側近来ちゃってんのはあれだが、汎用魔法トラップで分からしていきましょう。ガガガボルトいいでしょう。さあ、ズワ番長特殊召喚 OK で、番長効果でオノマピア蘇生ですね。あー間違えた、そっちね、はいはい、そっち蘇生、はいどうぞ。さあシスターの効果66、なるほど66、なるほど、これあれからローチも出てくるパターンかな、これローチちょっとめんどくさいですね、まあ、効果さんとしようじゃあ、あしましょう。ボトンストリークバンサーはどうぞ、全く問題はない、問題はないと言ったが意外とある意外とある。ああでもそれはそれで終わりね、クセなしか。あ静電強いね、静電は強い、静電は強い。でおじさん召喚、おじさん召喚でおじさんの効果発動して、でこれコスト稼いとかないとカオスソーサラー君出せないんでね、覇王の側近さん出せないんで、さあ裏にしましょう。でこれを無効にしてくると、それはどう、はい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 、オッケー、モンスター効果発動、オッケー、出だ出だ。あとは遅延行為をすればいいんで、カードを1枚セット、カードを1枚セット、でバトルフェーズ入る、であいつだけぶん殴っていきましょう。で攻撃でターン終了、見せてみろ。でですね、月の書と狡猾をうまいこと組み合わせて背負っていきたいといったところですね。ガガガボルトだけちょっと警戒しないといけないですけども、狡猾と月の書とモーレクで一応三妨害構えられてるんで、まあ、強いは強いです。盤面的には盤面的にはかなり強いと思う。オノマト変化 OK、 オノマトランスで、ガガウィンド戻して、これね、このデッキのね、いけないところを1個説明しとくんですけど、エレメントセイバーってワンキルとはできないんです、あんまり。なんでね、デュエルが長引きます。はい。これが、一番ダメなところですね。スピードデュエルって言っていながら、結構デュエル長引くっていう。
これが僕のにあの、気に入ってないポイントですね。まあ他のね妨害ポイントはかなり多いのでかなりね強いと思うんですけども、オノマトピアいいでしょう。ピアかピアこれ狡猾しちゃってもいいかもしれないね。ガガガボルトちょっと撃たれるのめんどくさいから狡猾撃って、狡猾撃ち狡猾撃ちで、これで召喚剣使ったから多分ウィンドウで出てきたモンスターを出すくらいしかやることないんだよ。あー槍ね、はいはい槍ね、オッケー、うーんなるほど。で槍撃たれる裏にできないが、エレメントセイバーモーレフ効果でエレメントセイバー送って君のモンスターを裏側にしていく。ほい、さあこれでガガボルト持ってなければ展開はできない。よし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 、行くぞ、側近さん。行きますよ、側近さん。ですね。ですね。これはもうサーチしてきていいですね。霊神の静電の効果と、霊神の静電の効果。で、エレメントセイバーモーレフを手札に加えていく。手札に加えていく。で、モーレフおじさん召喚、デッドリシーンしてもいいけど別に殴ってもいいな普通にな。エレメントセイバーモーレフ召喚モンスターを召喚で光闇かな、光闇召喚しよう。エレメントセイバーの最強効果発動、マガニの効果、マガニの効果で自身を光にし、さらにもう一体のマガニの効果で自身を闇属性にする。これによって墓地には光と闇が揃った。俺は光と闇のモンスターをゲームから除外し、現れろ我が軍門に下れ、カオス操作だ。そのまんまバトルでいいかこれ。ワンチャンあのセカードがなんかやばかったんだけどさ、一応これでこのままバトルでいきましょう。バトルだ、いけ俺おじさんでアタック、モンスター攻撃はっ、よしよしよし、活躍できてるかと言われると非常に怪しい。さあお相手のことは覇王、これさ一個言わせてもらっていい、この覇王の側近でいきなり言うのやめない、なんかこの覇王の側近でいきなりさドヤ顔で言うのやめようよ、めっちゃキモいんだけど。これスキルバラす必要ある、後でいいじゃん言うの、絶対後でいいんだけど。マジよ、マジで後でいいわこれ。まあ多分リゾネーターでしょうね。まあリゾネーターはまあ裏返ししまければまあ裏返ししまければまあどうなるでしょう。はい、コールリゾネーターはいいですよ。さあコールリゾネーターの効果によって何らかのカードをサーチしてくる。モンスター効果クリムゾンリゾネーターいいだろう。さあクリムゾンリゾネーターの効果によって、クリムゾンリゾネーターを特殊召喚していく。でクリムゾンリゾネーターがいる場合ワイドワインドを特殊召喚できる。ここで一発打つよりもシンクロマサ出てきてからの方がいいですよね。多分リソースを削った方が多分いいと思う。どっちにしてもワイドワイド2体目いるかもしれないし、レッドリゾネーターがいるかもしれないから、はい OK です。レッドライジングドラゴン、はい OK。 レッドライジングドラゴン効果でクリムゾンリゾネーターが飛んでくるでだね、でだね。ほんでここ狡猾でいいかな。でこことここ狡猾で2枚バチコリ打っていく。で何らかのモンスターを出すしか、エンドフェイズ弱お前ハンド弱すぎないか。これはエレメントセーバーモーレフの効果発動するぞ。さあモーレフの効果によって、まあただね次のターン僕バトルフェイズ置かないんでこれが弱いですよね。あ、まあバトルフェイズできたら強すぎたけど、バトルフェイズ置かないんでこのターンに、ああ妨害規定人生だった、妨害が規定人生だった。中に召喚するか、中に召喚するしかないのか、中に召喚でマカロニ効果発動、マカロニの効果で、パスタをアルデンテで茹でることによって
ラパビラを墓地に送ることによってモーレフおじさんを回収することができる。いやーこれ勝手なんだけどね、バトルフェーズ行われれば、まあ、バトルフェーズ怒らないんで、タッチロです。バトルフェーズ怒らないんで、なんでかっていうと、わあ怖い、ひたすらに裏返してやる、ひたすらにてめえのモンスターを寝かしつけてやる。さあどうしよう、ワイルドワインド2枚目を持ってきて、これワイルドワインド何枚あるかだな、どうな、レベル4のモンスターがあと何体いるか、チューナーモンスターをあの供給することは能的できるんですけども、レベル4のモンスターがいないとね、シンクロ召喚あんまりできないから、ここでデモンテレトランスの効果で1枚持ってくると思うんだよね、これあの、ワイルドワインドを。でここでワイルドワインドちゃん持ってきてシンクロ召喚を行うけど、ワイルドワインドが一体何枚あるかっていう話はある。スキルはこれ1回しか使ってない感じか、なるほどな、オッケー、スキルは1回しか使っていない。モンスター効果で、モンスター効果クリムゾンリゾネーター、いいだろう。クリムゾンリゾネーターの効果は自分のフィールド上のモンスターが存在しない場合、この回を手札から特殊化できる。そしてまだいいか、レッドリゾネーターからね展開されるかもしれないからね、ここは。はい、はい、OK です。はい、それもワールドワイド、もしかしたら2体目いる可能性はあるんで、ちょっと一回これはシンクロ召喚してレッドライジングを裏側にすればいいの。寝かしつけのタイミングは結構重要なんでね、寝かしつけのプロといえどね、寝かしつけのタイミングは非常に重要で、シンクロ召喚していく、でレッドライジング出る、でレッドライジング効果でクリムゾンリゾネーター出る、でそこでレッドライジングをくるってやれば多分何もできないと思うんだよね。レッドライジング OK、はい、OK、うん、OK で、ここでエレメントセーバーモーレフ効果、霊神の聖霊の効果によってラパビラを墓地の送り、お前のフィールド上のモンスターを裏側にするで。さあまだ展開できれば、カードを一枚セット、いいだろう、なるほど、俺のターン、ダラウ、なるほど、龍一ですね、これ。なるほど、龍一。光んないですね。あれ、中国かなんかですかね。月のショートがあったら光ると思うんですよね。もしかコールリゾネーターブラフっていうパナテもあるんだけど、一応これはさすがにこれ光、中国っぽいな、これ。これ中国っぽいね。このタイミングでチェーンがあるから中国だね、これね。多分。中国ってことは、いやーでもこれレビオニアから入るしかないよな。これでさ、これ中国打ったら勝ちか、中国打ったら勝ちだ、逆に打て中国、中国打て、打たねえのか、死ぬぞてめえ。あでも知らないか、1900と1300、こことこれと、で、待って、で、これ打って、で、ここ打って、1900、1300、裏側にする、足りないもんね、1500と2100しかないから、これ、こうするしかないね、こうするしかない、これ、あれだな、トレシューラ入れよう、これトレシューラ入れといたらワンキルだ、多分。トリッシュして全部除外してどっか行かして、で、モーレが落ちたら召喚して勝ちだから、これ多分ねデッキ内トリシューラいるわ、分かったわ、はい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 。全然カオス操作なら出ないけど大丈夫、カオス操作などこ行ったの、もう出ないけど、なんならてかレビオニアの方が強いし、なんならな、デモンズレゾナンスはいいだろう。デモンズレゾナンスの効果でレッドリゾネーターをデッキに戻して、なるほど、でまだワールドワインとか、いいぞ、いくらでもいくらでもどうぞ。まだまだ寝かしつけのプロは生きているからな、やはり寝かしつけのプロは最強だ。ワイルドワインド持ってくるしかないだろうな、いいだろう。さあどうする、さあどうする、レッドリゾネーターを召喚、さあレッドリゾネーターの効果発動、レッドリゾネーターの効果によって手札からワイルドワインドを反転、これだからもう召喚権使ってるから、召喚権使ってるんで、モーレフおじさんの効果を発動、モーレフおじさんの効果によってモーレフおじさんを墓地の送り、
お前のフィールド上のモンスター一体をくるってさせるぜ。ワイルドワインドはすでに3枚いっている。つまりお前を反転させればもうお前は何もできない。残念だったな。強い、なんて強いんだ。なんて強いんだ。やはりモーレホジさんは最強。あ、てかこれあれか、レビオニアが殴ればよかった。これやれ、モンスターで攻撃。対戦ありがとうございました。ダイレクトアタック。この瞬間何モンスター効果発動。うざ、どんだけ粘ってくんだよこいつ。うざうざ。これもう一ボーがあるんで、もう一回新規の召喚してこようとしてももう一ボーがあるんで。はい、モーレフとかいう覇王の側近強すぎ。ワロタ、この戦い見せてやろう。さあお相手の方、万丈目くんですね。よろしくお願いします。万丈目くん珍しいですね。万丈目くん珍しい。これ原作ではこのデュエルってなかったよな。この覇王 VS 万丈目なんていうのかデュエルなかったですよ。なかなかいい感じの対面なんじゃないでしょうか。とりあえずまあ一妨害は一応構いません。ちょっと若干手札があるんですけども、まあでもこれ次のターンで、次のターンがあるんで、レビオニア出せるんで。俺のターン。破壊されればね、モーレフが。手札から。はいはい。速攻魔法。復帰の書いいでしょう。復帰の書はいいでしょう。なかなか強いですね。復帰の書はいいでしょう。じゃあとりあえずこれで、まあ、ライフ残ってればレビオニアからスタートできるということですね。ライフが残ってればレビオニアからスタートできる。ほい。さあこれによって相手が何をしてくるかによるが、フラッグシップテイル。おう、記者会見出ました。記者会見、ウルトラアスリートの記者会見来ました。さあこれはあれか、池を邪魔か。スキルやべえな。そしたら貫通もやべえわ。やべえ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 。あっあえっやっべやっば。ちょっと待って、ワンポイント解説。ウルトラアスリートパワードギプス。ウルトラアスリートモンスターに装備可能で打点が1000ポイントアップし、さらに戦闘ダメージが倍になっちゃうカード。これをドレッドノートダンカーに装備するとなんと簡易的なカオスマックスドラゴンが登場するのである。なんて強いんだ。対話拒否すぎるだろお前のデッキ。